どうも、みやです。どうも、アンソニーです。はい、今日はですね、魔法陣ゼシカを使っていきたいと思います。バーバラとね、ダークドリアムが入ってるタイプで、まあ、レシピこちらです。で、ちょっと特徴も出せるためにやっぱりグラコスを入れました。なるほど。マドハンドから魔法陣をやった後に、まあ、グラコスっていうのも面白いのかなっていうのはね、僕結構好きなんで、やっぱ3体一気にボーンって並ぶじゃないですか。なんでちょっとグラコスを入れてみたのと、まあ、やっぱりね、ベロニカでしっかりとたくさんね、あのリソースを持ってこれるかどうかと、まずこっちのね、バルバロッサでメラミンも加えて、しっかりダメージを相手に与えるかどうかっていうところがポイントになるかなと思いますので、こちらを今日やっていきたいと思います。はい、それではいきましょう。ゴー。魔法陣ゼシカね、正直そこまでね、あのガンガン回してるわけじゃないので、どこまであれかはちょっとあれなんですけど、うまく回せるかは分からないんですけど、まあ、巷で強いと話題だったので、まあ、もサンディとダークドリアムは今なんかもうどこにでも入ってる、入って人権ないぐらいの勢いで入ってますよ、ね、というかね、あの勇者杯ほぼしたじゃないですか、デッキ登録1日間違えてて出れなかったんですけどマジで辛いんですけど僕悲しすぎる。大会あるあるなんで、でもトルネコとゼシカで行こうと思ってたんですよ、でプレミアはサンディにしようと思ってたんですよね、優勝した時の、勇者カード、サンディにしたいなと思ってたんですけど、残念ながらゼロ回戦でゼロボスとなってしまいました。マジでやらかしたな。私超イケてるんですけどみたいな感じでしたっけ。ナイン、俺こいついたの覚えてないんですけど。やめとけって叩かれる。本当にナインやったのかな。金色の電車しか記憶にないっすわこれな。まあ、笑い袋行きましょうか、はい、とりあえず。よいしょ、効率の方がいいか。ふむ。取ります、とりあえず。あそこメラ吐くか迷うな。次は笑い袋でいけるから、ね、いらないよな、いや、なんか魔法陣もあるからさ。まあ魔法陣はでもマドハンドと一緒に打つっていう感覚でいいんじゃない。感覚でいい、でも顔来るんだったらいいね。これもサンディ魔法陣打ってもいいレベルじゃない。ああ、なるほどね。ただいま。本日のモノマネはサンディということで。魔法陣どうなんですかね。いや、ワトボでいいんじゃないですか。あの上からいっちゃう、そう、上からいっちゃうんですよ。あー、確かにな、難しい。とりあえず笑い袋で当たって、いやだって、あ、サンディ魔法陣としてはテンションですよ。魔法陣打つか打たないか、サンディ魔法陣テンションいいと思うんですけどね。いきますか。悪くないと思うんだけど。いや、まあ別に1個っすかね。結局マドハンの魔法陣と変わるのが1個っすから、もうまだ魔法陣1枚入ってるんで、何様って感じ。この真ん中にあいつ置きましょう。魔術師、そうね。でマドハンド魔法陣で前列を埋めたりとかできるんで、手札枯渇が著しいな。そうですね、またこう、でもここにサンディが置かれてることによって、ほぼほぼ5まで、あ、じゃあ4までは取れやすいじゃないですか、メラミのおかげで。それが強いですよね。おお、兵隊が、おおおお、並べてきますね。いいよいいよいいよ、引きてえな、マジで。いや、バルバロッサ、バルバロッサ置いとくか、ポンと567で、メラここに打っとくとか、あれですね。まあ、それかワタボウメラミテンションだね。ワタボウメラミメラテンション、そうっすね。でもそうするとこいつに向かってないんだよな。イオやろ、マジこれ、このままイオすぎてやばい。イオ引くまで待つか、それともだったらワタボウ出してワタボウメラミ
メラテンションで置いとく？いや、メラミンもったいない気がする、これこのヘルスに。ここにメラ打つじゃないですか、はい、で、ここにメラミン、もったいねえわ。いや、メラミンはもったいない気がしますね。もったいねえわ。割りブラスト置いときますわ。はい、まあ2-2に打っときます。メラだけ、メラ打つかどうかだけどね。打たなくてもいい気もするけどな。それさえもったいない気はしますけど、これ放置すると7点入ります。完璧ね。まあいいか。ここ当たってきそうじゃない、さすがに。取られるかな、プシュって。プシュって取られるかな。取られないですよ、だってステルスなんで。ああ、そうだね、バラバラっすね。まあいいか、ほっとこう。イオ引いたらもう、でかいし。ワタボイオでもう全滅なんで。まあ、相手イオ警戒してくれたらいいですね。そうね。手札が当たってきますわ。まあ、当たるだろうな。あれかなと思ったけどね。ひっくり返して、聖剣好きとかも取られるかなと思ったけど。うん、あそこに2-2がいる限り、あの、ハッサン出せないじゃないですか。うん、2-2当たってからハッサン出すっていう考えはしないんじゃないかなって思うんで。やるとしたら当たってタイガークローとか、かな。ベストヘッドパンチか。このターンユニット出てこなかったらまあいいっちゃいいっすね。うん、早くしないと。ちっちゃいのいっぱいいんな。あ、魔術師がネルゲルがここ置いとくべきだったなってことは、最初にサンディを。ネルゲルいましたっけ。ネルゲル入ってねえ。うん、トルネコと間違い知ったわ。さあ、行きましょう。なんとも言えないね。うん、もう盤面、手札だけでやれるじゃないですか。そうだね。ワタボーテンションで次のターンを殺す。どうですか。メラミ行きますか。行きますか。あ、次のターン殺すってこと。あと2ターン耐えればリーサルですよね。いいか、待ってみたいな。これ全部使わないといいか。今ワタボーにワタボーメラミメラミワタボーメラミテンションって大丈夫ですよ。やってみますか。それいきます。これ5テンションあって、はい、よいしょよいしょ。いや、次のターンもこれ勝ち確っすよね。だって6点4点あるから11点あ、1点足んねえ。だからテンションを上げとけばよかったのか。いや、でも上げなかったですよ。でも勝ちじゃね。あ、入れてくよです。いや、コストが1たんねえ。事故ったぬるい、このぬるさ。私の技味わわせてあげる。また下手くそすぎて叩かれちまうよ。最近ライバルズやってねえからな。あ、画面きた。焦ってない？相手焦り気味っすね。やばいやばいやばい。復讐が始まった。よいしょ。無理。いや。あ、それで一回、うん。お茶を濁して。無が。お茶濁しお茶太郎でいきましょう。戦う気ないじゃない。盤面で争う気ないそう、全員捨てる。やるしかない。勝った。12点です、ね、大丈夫。勝って草。相手もあの焦るとさ、焦るとすげえ動きが速くなるの分かる。伝わってきたが勝たせてもらうぜ。よっしゃ、これはぬるいぬるいプレイでしたが、ちょっともう一戦いきましょう、はい、ちょっと今ので分かりました、使い方が。スタローですよ。てか熱くね。熱いですね。最近マジで熱いっすよね。エアコンつけますか。いや、いいよ。ベロニカは返すか。返します。これでいきます。はい、笑い袋だけキープで。
さっきの運が良かったですね。そうね、さっきのはあんだけ殺意高めの手札してたら、そうそうそう、ダメージ叩き出すって言ったらね、そりゃ魔法陣でしかじゃなくても勝ってたよっていう、マジそれで似てた、似てました、本当にゼシカやっぱ似てますよ、ゼシカ似てるべ、結構自分でも思うんだけどさあ、もうもうアグロピサロスね、安定の1日1回は合いますね、これマジで知っておくわ、はい、私のターンだ、いいね、若葉の精霊引けたの、若葉の精霊やっぱ強いですよね、うん、ブルベリーノの、うん、上位互換、上位上位って感じだ、ミミック取れますか、ミミック取っとくのもありだね、ミミック取ってまた笑い袋テンションとか、そうだね、それが丸そうだよね、うんですね、ただ笑い袋次のターン投げキッスが打てないんだよな、いやでもいっか、今そうっすね、さすがにミミック取りましょう、こっちから見よっか、うん、この音楽いいよな、いいっすね、よいしょ、いや、オーイーが弾いたのいいっすね、オーイーがいい感じに回りますね、意外と、うん、なんか俺結構あの OTK してたじゃないですか、パフパフ使って、あ、手札が枯渇するイメージみたいな、枯渇っていうかその弾きすぎて回ってるんですけど、別に意外と回るなっていう、別にあれしなくても、あ、なるほどね、結構どうする、投げキッスからの女神で取るか、うんですね、お楽しみはこれからよ、ポン、手札まだあれなんですよね、6枚なんですよね、うん、邪神使われたくないですね、15って結構でかいよな、ただもう一個あの魔法陣が作れればイオであのゲマぶっ潰せるんで、うん、残りイオで潰せますから、そうですね、はい、素晴らしい、残滅力、殲滅力じゃない、あー来たか、そう、残滅、まあ、でもゲマさえしばけば、残滅力ってなんですか、え、残滅力ってなんですか、殲滅力さ、あのちょっと日本語まで日本語まで覚えられない、いきます、でワタボ出しておきますよ、もう、はい、さあこれあれ引けたらでかいけどね、魔法陣、うん、そしたらもうメラゾーンまでボンっていけるんだけど、もうあの邪神ないんで、そうっすね、まあ、でもバルバロッサー出したいですね、ズンゴはメラゾーンの一撃でしょ、はい、バルバロッサ出すためにワタボー当たりたいぐらいありますけど、じゃあワタボーと、あ、ワタボーじゃない、笑い袋、いワタボーと笑い袋当たるか、とワタボー笑い袋当たってテンションで取ってバルバロッサ出す、もうありっちゃありですね、ワタボーでもこれ以上相手に引かせる必要なくないですか、うん、ないよね、邪魔っすね、手札の火力は若干あれだけど、これでメラーミ引っ張ってきて、うん、いつでもリーサル届くようにしときたい、相手のリーサルの前にって感じ、うん、急ぎで笑い袋が放り取ったら一生1点当たるだけさ、ここの4号を取らないといろいろめんどくさいよってことを相手に教えておきたいね、うん、はい、4号取ったら4号取ったらまた4号出てくるみたいな、そう、バルバロッサ強えな、おい、やばいやばい、そういう感じなんや、もう完全にアグロマンじゃん、うん、久しぶりに見たわバハルゼブ、相手また焦ってますね、これ動きが速くなってる、動きが速い、よし、イオ打ちます、いや、イオ打ちたいんだけどな、魔法陣欲しいな、はい、イオ打ちますわ、はい、イオとまあ、桃色三姉妹と言っとくか、うん、で、どうする、こう言っとくか、うん、言って、テンションからメラミ画面打っていいですか、打ちますか、
や、でも処理にも使えるのか。そうっすね。ただ4点かまして、次10点。まだっすか ?1 点足んないね。いっか、ここは。打ってもよかったっちゃうんだけど。まあ、なんか大きいのができた時にね、メラミで処理できたら、いいんで。全力。全力で焦ってますよ、相手。アグロピザロ多いよね、前回から。いや、流行ってますね、完全に。あ、お、メラミ、メラミ、メラゾーナは。ジャストス。6、4、14。リザス。ジャスト、なんでもいいけど。よし、強いね。いや、いいっすね。素晴らしい。普通にユニットを入れて構築でも回りますね、うん、回るね、はい、やっぱ若葉のセレとかで引っ張ってこれるんで、うんうんうん、はい、はい、というわけで今日はですね、魔法陣ゼシカをやらせていただきました、はい、今は前昨日紹介したトルネコとゼシカが結構強いっていう風にお話を聞いたので、うんうん、まあ、ちょっとね、そちらのデッキを使わせていただこうかなと思いました。はい、いやでも強かったね。強かったですね。うん、やっぱそのイオっていうカードがめちゃくちゃ強いんで、魔法陣とイオの組み合わせというかさ、噛み合いがやばい、いいから、それだけで一瞬で盤面返せるって考えると、はい、ゼシカが強いのも分かるなと、うん、トルネコが強いからこそ多分ゼシカが強いんじゃないかな。そうですね。ただね、ま、間に合わないんだけどね、なんかやっててもトルネコ相手に、うまいトルネコだとさ、毎ターン盤面にガンガン並べて、うん、それを除去 しきれないみたいなことは多いんで、確かに上手い人はそこは上手いんじゃない。見極めがね、見極めが確かはね、はい、というわけでご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ぜひぜひ使ってみてください。またね。